こんにちは、イメージコンサルタントの二上由美子です。今日は前回の続きなんですけれども、前回はパーソナルカラーに関わるあるあるなお悩みに4人で回答していきました。まだ見てないという方はこちらから先に前編をご覧になってください。ここからは都市伝説、はい、もう私都市伝説って名付けてるんですけれども、まあ、パーソナルカラーが最近人気というところで、まあ、これは仕方がないんですけれども、いろいろな情報がこう交錯する中、それ違うみたいなのがね、たまにあるかなと、はい、やっぱなんかよくあるのが、イエベは地黒でブルベが色白みたいな、うん、多いですよね。色黒だとイエベ、うんうん、色白だとブルベっていう風に思っている方はすごい多い気がします、はい、むしろなんかちょっとそこにカーストがあるらしくて、カーストブルベカーストがあって、特に冬が一番なんか、うんうん、本当に上らしい、カースト上位ですよ、上らしい、上らしい。その後でも SNS で見てたのが夏マウントもあるっていう、うん、やっぱブルベが強いですよね。コスメの特集とかでも、うん、透明感はブルベみたいな感じで、そうそうそう、イエベはなんか透明感がないみたいなイエベはツヤ肌じゃない、ツヤ肌、陶器肌、ツヤ肌で、それはさ、どっちがいいじゃないですかね、はい、うん、そっちはあんま知られてないっていうかね、なんか、あ、そっちは知られてない。なんか色黒な方はオータムにしがちっていうのはすごいよく聞きます。それはもうあるんですよね、男性もそうだけど、うん、それで色黒のウィンターさんがオータム診断をされて、あのオータムカラーを着て、素敵な日焼け肌じゃなくて、ちょっとあんまり素敵じゃない日焼け肌に、あのイエベのオータムの服を着ることによってなってしまって、こういうの着たら綺麗だって言わないけど、いや聞かれたら言いますけど、もしかしたらって言いますけど、聞かれてもいないのになと思って黙ってます。そうですね、でもご自身もあの色白じゃないからヴィンターのはずがない、絶対オータムだってもう納得してる人もいますもんね。うん、でもヴィンターオータムに限らず、もう信じ切ってて、あ、なんか違うと思うけどなみたいな方っていますよね。あります、あります。もう私は 100% これだと思いますっていうふうにおっしゃってても、ってことありますよね。でも本人が迷ってないから、はい、余計なお世話だから、うん、そうですよね、難しいですね。そうそう、お友達としての会話だったら何言ってもいいと思うんですけど、私たちの立場だと、余計なことを言うからには責任持ってちゃんと信頼してあげなきゃいけないじゃないですか。はい、そうですね、おっしゃる通りです。なかなかセルフ診断で、自分を客観的に見るのも難しかったりするので、それですよね、この YouTube では骨格診断の視聴者さんの参加型で社長が診断するのやってますけど、パーソナルカラーも今後やりたいですよね。ぜひ、うん、ね、一緒にやりたいです、一緒に。あとそれで思い出したんですけど、最近骨格診断の、セルフ診断動画リニューアルしたんですけれど、パーソナルカラーも、バージョンアップしたリニューアル版を作る予定ですので、楽しみにしててください。楽しみです。あ、なんか顔の特徴がパーソナルカラーに入ってくる考えてる人いません？スプリングの人は可愛い顔を、大人っぽい顔だとオータムかウィンターって、はいはい、なので私、ね、顔が大人っぽいとかだからやっぱりオータムかウィンターって絶対言われてて、自分はだから、あ、スプリングとかじゃ絶対ないんだって思い込んでました。あとウィンターの方だと目鼻立ちがはっきり、こう鼻が高いとか、造形のこととかも結構似合う色で、って思ってる方って結構都市伝説多い。特徴的なウィンターの女優さんとかが、はい、そういう人が多いからね。なんとか花さん、黒木花さん、あ、サマーにしたくなっちゃう系ですよね。見たじゃない、あの人。確かにサマーにしたくなる、サマーにしたくなっちゃいますよね。あの、確かに人へのウィンターさんって結構いて、うん、でウィンターさんって人へでも目力あるの。確かにありますね。全然こう盛ったりしなくても、うん、シャープな、そう、なんかアイライン塗ったかのような、うんうんうん、いわゆるアジアンビューティーのかっこいいみたいな感じ、うんうん、はい、確かに多分顔立ちがこう派手じゃないというか、さっぱり塩顔というの、うんうん、のウィンターさんをサマーにこう無理やり入れちゃうとかね、うんうん、そういうことかな。ありますよね、パーソナルカラー そのプロの受講生の方とかも、診断結果がウィンターって分かった時に、絶対ウィンターじゃないはずなんですけどっていうふうにご自身で言ってくる方って結構多くて、
でもそんなことないですよね。お顔立ちっていうかではなくて、でもね、童顔のオータムさんも結構いますしね、可愛いですね。あとパーソナルカラーって結構なんかこう体質というか、まあ元々の肌のね、まあ、一生変わらないので生まれ持ったものなので、体質と気質って絶対多少リンクはねするので、あくまで傾向だけどちょっと性格的傾向ってなんかありますよね。ありますよね。ありますあります。なんかスプリングさんが集まるとキャッキャキャッキャしてるね。あ、それはありそう。それなんかサマーさんはやっぱしっとりしっとりしてる。しっとりしてますよね。それレッスンしだすと、どのパーソナルカラーが多いかで、クラスカラーが全然違う。え、実際ありませんか。もう廊下でもう声が、人数はいつも同じぐらいのはずなんだけど、今日はあ、イエミさんが多いクラスなので廊下でわかる。本当にレッスンやってるって覗くときはブルベさんが分かります。確かに本当にそう思います。なんかレッスン中のもう反応が、あ、なんかつまんない話してるかな私って思って、辛い。そうそう。で、あ、でも今日はそっか、今日はサマと見てある方多いブルベさんだったと思って、レッスン終わるとすごく楽しかったですとか、面白かったですって言って、あ、面白かったのよかったと思って。なるほど。でもあるある。特にオータムさんよりスプリングさんの方が。うん、多くないですか、うん、多いと思います。スプリングさんが3人揃うともうパーティーですよ、うん、パーティーで、はい、なんか絵面が華やかだし、華やか、いろいろキラキラしてキラキラしてる共感性とか社交性がなんか高いイメージの方多いですよね。本当ブルベさん率が高くなってくると、あ、ちょっとそんなにキャッキャしないようにしなきゃって感じ。そうだね、背筋伸びる感じあんまうるさくしないようにしなきゃ。あと思います、やっぱりイエベの方が多い説とか、確かに卒業生がちょうどこの前相談されて、サロンを始めたばっかりで、まだ5人しか見てないんですけど、全員ブルベだったんですって、私間違えてるんじゃないかってすごい心配してて、確率論で言うと 3.5 人はサマーになるので5人全員がブルベである可能性は十分ありますよって言って、お話をしてキョトンとしてたんですけれども、ただその方って皆さんまだモニターさんだから、こっちからお願いしたんですよねって言って、そうです、これからお金をちゃんといただいて、自分で診断してほしいですっていう方を今度ね、来ていただくようになったら、大丈夫です、家出さんが増えますって言ったら、え、なんでですかって分かる気がします。はい、ACB ね、私のスクールも家出の方の方がもしかしたら多いって時が、でもトータルってやっぱ多いんですけれども、どのシーズンも似合う色なんて知りたくない人はいなくて、やっぱりみんな知りたいけれども、知りたいの熱量が自分のお金と時間を使って自分で調べて予約してそこに行ってっていうぐらい興味が強いのは家出さんなんですよね。へー、面白い。そうだからサロンワークばっかりずっとやってると、今ダントツスプリングが一番お客様として来るし、でもスプリングさん多いです、確かに、スクールだとスプリングさんが多いんですけれども、じゃあ社員研修です、興味あるも何も関係なく全員診断してくださいって依頼でいくと 100% サマーが一番多いんですよ。これはもう昔からそうで、確かにこの間イベントでも全員サマーさんっていう会がありました。不安になる、それは不安になる、なんか違いとか説明できないな、みんなサマーでしたみたいな、よかったですね、サマーじゃなくて、あ、ね、自分もね、そうですよね、すごい自分でやってました。確かに、前プライベートで話してた時、社長ご旅行にいた時に4人、女性4人組で全員なんかブルーベースだったって話してませんでしたっけ。そうそう、私がね、海外旅行一緒に行くぐらい仲がいい友人が3人いて、全員サマーで、全員サマー、すごい、だからね、自由、サマーってちゃんとこうしなきゃみたいなのが緩いっていうのかな、よくも悪くも、なので行動がいい意味でみんな自分勝手でね、自分勝手なことさえ気にならないという。ランチが終わって、ホテルの部屋で午後何しよっか、どうしよっかって言いながら一人ネイル塗り始めたんですよで、塗り始めてるよねっていう時点で、まああれとこれとこれはできないねっていうことが自動的に決まるわけなんですけど、それを特にみんな気にしないというか、全員そうですからね、全員そうなんで、面白い、面白い、結構見た目がソフトでしっかりご自身の芯がある感じの方はなんかどうなんですか、なんかしっかり者っていうイメージが、しっかりしてる方が、多い感じです。
七重さんの周りはイエベが多いブルベが多いってありますか？意外といろいろいるかもです、うん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 、でもサマーさんあんまりいないかも、ね、本当人口多いのにな、はい、イエベがでもどっちかというと多いかもですね。あれ同じベースってこうすごく気が合う人が多い。確かにオータム少ないって割にはいますね、お友達で。うん、うん、確かに、うん、最近一緒に旅行に行った子はブルーベースでした。あ、気にしない感じ、行動を、うんうん、いつ温泉に入ってもいいじゃんみたいな、うんうん、スプリングさんって結構気を使ってくれてか、なんかこう、うん、実はね、どうみたいな、確かに、ね、空気をすごくこう読んでくれる。なんかつまらなそうにしてそうな人がもしいたら、なんか盛り上げなきゃかなとか、話振った方がいいかなとか、それあるんだ、ね、あんまり気にしないです。あ、そうなんだ、へえ。盛り上げようとはしないかもしれない好き、そういうとこ好きあのパートナー、うんうんうん、パートナーになる人もやっぱり同じベースカップルがちょっと多めって社長が言われてたりするんですか？でもこれで、ね、だいぶ前だけど、うんうんうん、先生から聞いたの、あのカラーの先生たちがそれ話してて、うん、なんか気づいたらしくて、でそれ聞いて本当だみたいな、あの有名人カップル見てても、うん、知り合いカップル見てても、うんうんうん、自分の過去を振り返るとみんなブルベだみたいな。うちもブルベですね。あ、うちユーベだ、確かに。ああ、うん、でも今ブルベです。主人はブルベですでもあれじゃない、マンネリになりにくいじゃないですか。でもそういう意味では、うん、ずっとなんかノリいいというか、うん、あ、まあ、もしかしたら私が勝手に付き合わせてるかなでもどうですか、あのスプリングとウィンターはベースは違うけど生殖組じゃないですか、クリアな、うんうん、そういうところのなんか相性とかってあったりしませんか？仲いい友達と か, なんか親友みたいな子は結構ウィンターの子とかがいます。います、うん、生殖同士、ちょっとこれも、調査しよう、ね、興味深いですね。じゃあの見てくださってる方もコメント欄にご自身とか、うん、まあ、お友達パートナーの知ってたら書いてほしいですね、うん、コメント欄に、ね、統計を取りたい、いいですね、そういう統計も楽しいです。高見社長、はい、本日のコーディネートのポイントを教えてください。はい、ワンピースですかね。セオリーのジャケットは前回もご紹介したもので、今日は一番初めの動画がサマーらしい服を着て来いという指定があったのでこちらのワンピースと合わせてみました。グレーオングレーのコーディネートです。このワンピースですね、実はディノスなんです。ディノスのソークロースのお仕事いただいた時に商品分類してて一目惚れして買いました。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。ということで、名残惜しいですが、なんかお時間らしいので、残念ですけど、本日の動画、皆さん参考になりましたでしょうか。面白かった、参考になったと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。コメント欄でぜひ感想も欲しいんですが、リサーチしたいので、ぜひパートナーと自分のカラータイプをこうセットで書いて入れていただけると嬉しいです。先日パーソナルカラーのクイズ動画を上げました。そちらもぜひご覧になってください。このチャンネルでは過去にもパーソナルカラー別のヘアカラー、ネイル、メイク、アクセサリーなどいろいろな動画を公開しています。ぜひご覧になってください。それでは今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの着ていらっしゃるお洋服も多分それぞれ参考になると思います。先生方の、SNS も概要欄にリンクを貼りますので、ぜひチェック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 そしてフォローもお願いします。お願いします。お願いします。このチャンネルでは骨格診断を作った私二上由美子が、女性は誰でもいつからでも美しくなれるをコンセプトに、メイクやファッションなどトータルで美しくなれる情報を発信しています。本日もご視聴ありがとうございました。実はですね、この皆さんは来週も登場してくださいます。ぜひ見てください